どうも、ねずっちです。今日はこれからですね、落語会に行ってまいります。で、春風亭昇太師匠と今日はご一緒ですね。どこに行くか、義理の父親と一緒ですね。どういうことかって、岐阜ってね。ねずっちです。甚だ簡単ですが、また。